分かりますか？ペットカート乗って、はい、今日はイオンのペットショップに来ました。トルちゃん行ってみましょう。はい、着きましたよ、トルちゃん。ペットショップ近いね、駐車場から。さあ、何買おうかな今日は。トルのおやつをたくさん買いましょう。楽しいね、ペットカートでルンルンお買い物です、トルちゃん。はーい、はい、こちらペテモさんです。それから、それから、トルテチャンネル。トルちゃん、ただいま。ママお買い物してきました。ババ泊まっててくれた？じゃあお家に帰りますか。眠そうですね、ドル。カート乗って帰ろう、トルちゃん。じゃあね、行きましょう。それから、それから、トルテチャンネル。はい、帰ってきました。はい、イオンペットペテモで、じゃーん、こんなに購入してきました。はい、今回は全13種類です。イエーイ、全部トルちゃんのものばっかりでよ。はい、本日のお買い上げなんと5556円になります。トル、よかったね、いっぱい買ったよ。はい、そしたらたくさんあるので紹介していきたいと思います。トルちゃんがこれがすごい気になってるので、まずはじめにこちら、こちら買ってきました。これよくありますよね、このプピプピ鳴るおもちゃなんですけど、スマイルエッグイエローを買ってきました。なんかいろんな色があってすごい迷ったんですけど、今回は定番のスマイルのイエローを買ってきました。どう、これ、これはなんかバニラの香りがついてて、こんな感じで、トルちゃんもすごい気になってる感じなんですよね。トルちゃん、これで後で遊ぼうね。なんかゴム製ですごい噛みやすくって、で跳ねるので、すごい投げても楽しいおもちゃになってると思います。じゃあ続きまして、じゃーん、これ、これすごくないですか？これ見えますかね。なんとこちらはまたまたコミフのデリになりますね。鶏そぼろうどんジュレ仕立てでーす。トルちゃん、どう？これは今冷凍になってるので、また食べるときに解凍して食べる感じなんですけど、これはワンちゃん用の冷やしうどんみたいな感じですね。はい、続きまして、じゃーん、こちらペットの牛乳です。トルちゃんおなじみのペットの牛乳、こちらですね。なんとお値段の方が237円になります。これ好きだよね、これの。はい、これもドギーマンのやつですね。こちらはヤギミルクのチーズガム、ハードタイプって書いてます。これちょっと初めて買ったんですけど、なんかチーズガムがいいよって視聴者さんに言っていただいたので、まあ、これと一緒じゃないと思うんですけど、ちょっとこちら試しに買ってみました。カミカミ棒がトルちゃん大好きだもんね。ね、お、興味持ってる。こちらのお値段が、はい、298円になります。はい、普通にどんな感じ？舐めてる、舐めてる。長くしっかり噛むことで歯と歯茎の健康維持に役立ちますって書いてるんですよね。だから多分カミカミ棒の代わりに使えますね、これは。じゃあ続きまして、はい、じゃーん、これ、これね、ソーセージです。
レバー入りの方のソーセージ、トロちゃん大好きです。8本入りで安い、198円になります。イエーイ、ね、トロちゃん大好きだよね、これ。はい、続きまして、じゃーん、これは初商品です。これ初めて買いました。なんかめっちゃ可愛いと思ってこれね、買ってみたんですよ。可愛く食べちゃうナンバーだって、ナンバースティック。なんかこの歯磨きガムの上になんかささみのおやつがついてるバーみたいになってるやつみたいなんですけど、はい、こちらの可愛く食べちゃうナンバースティックは398円です。続きまして、可愛く舐めちゃうシリーズ。はーい、もうこれはね、トロちゃんも大好きです。はい、こちらはなんかチュールみたいな感じのペースト状のおやつになってます。水分補給とかもできるので、もうこれは枠外です。欠かさないようにしております。こちらも398円になります。それからそれから、トルテチャンネル、じゃーん、はい、こちらトルちゃんの大好きなガム。もうこのね、歯磨きガムがトロちゃん大好きで、だからすごい歯が綺麗なんですけど、こっちの方はフルーティーガムのいちごバージョンですね。こちらのお値段はなんと332円になります。はい、こちらの方のはペテモさんから出してる商品になってまして、オリジナルの商品なのですごいたくさん入ってて安いんですけど、こちらもヤギミルクバーとささみ粒が入ってる商品になります。こちらがなんと498円になります。はい、こちらもじゃーん、ペテモさんから出してるオリジナル商品になるんですけれども、こちらいつもですね、鹿のスライス、鹿肉のスライスを買ってて、なんかやっぱコロナの影響で材料がなんか手軽になんか手に入らなくなっちゃったみたいで、すごい生産が追いついてなくて、いつ入荷するかわからないということだったので、今回はこの馬肉のスライスを購入してきました。トロちゃん、馬肉食べたことあったっけ？どうかな？お、開けたよ。すごい、すごいね。こんな感じ。これ、見えますか？こんな感じで入ってます。このシリーズは結構手でこう割りやすい。わ、すごい簡単に割れるシリーズで、なんかご飯にかけたりするのにいいんですよね。はい、どうぞ。あ、美味しそう。食べた。食べましたね、すぐ。絶対嫌いなわけないか。こちら、馬肉スライスは 45g 入って、なんと498円。こんなに入ってるのにすごく安いですね。やっぱオリジナルブランドはすごいですね。チャンネル登録。で、続きまして、じゃーん、これ。これね、これはまあ初めてのやつなんですけど、鹿のレバーっていうのを買ってきました。やっぱちょっとトロちゃんレバーが好きなので、まあ、いっぱい揚げすぎるとダメなんですけど、ちょっとレバーも買ってきてみました。これも無添加愛犬おやつっていうことで、やっぱ体にいいものを与えてあげたいので、こちらにしました。こちらの鹿肉のレバーの方は598円です。トロちゃんどうですか？はい、続きまして、じゃーん、これはフリーズドライの胸肉レバーミックスということで、これもこのペテモさんのこのシリーズと同じように、すごく手でポロポロポロって割れて食べやすいおやつになってるので、こちらもご飯にかけたりしてよく食べてもらってます。はい、こちらのフリーズドライの胸肉レバーミックスはなんと400円になります。こ
今回もうめっちゃ買ってきたので、しばらくおやつ買いに行かなくていいかな。はい、トルちゃんの大好きなおやつばっかりです。参考になると嬉しいです。それからそれからトルテチャンネル。はい、トルちゃん、スマイルちゃんで遊んでみましょうか。スマイルちゃん投げるよ、トル。投げるよ。いい？はい。興味あるやん、トル。トルちゃん、気に入ってる。うわ。気に入った？してんだ。卵みたいで可愛いね。ほら、食われた？お、音鳴ったんじゃない？あ、音鳴ったよ。気に入ってる。あ、すごいじゃん。手使って遊んでんの？トル。めっちゃうるさい。